はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。あ、こんにちは。こんにちは。え、なんでダメなの？ここにいないことだ。え、だって見てないと思うよ、ちいちゃん。こんにちは、皆さん。ちょっと交代交代にしよう。交代交代にしよう。こんにちは。え？お部屋に行くんです？皆さん見えてますか？音声は大丈夫そうでしょうか？あの準備動画なんで今。準備動画なんで大丈夫。はい、今日はですね、あの今現在番組の説明欄には雑談をする会って書いてあると思うんです。で、まあ、それはですね、偽の放送っていうような感じになりまして、はい、お待たせしました。申し訳ございません。こちらのカメラで音と映像は映ってますでしょうか？昨日ですね、我らがいるのちいちゃんの、はい、ちいちゃんの25歳のお誕生日でした。ですね、はい、お誕生日だったんですよ、はい、ちいちゃんが。で、まあ、そのね、まあ、翌日ということで、そう、お嬢のお誕生日でした。ということで、今日サプライズとして、まあ、このニコ生上で誕生日会を、そう、サプライズお誕生日会をしようっていう魂胆です。もう1ヶ月ぐらい前にね、はい、連絡取り合ってね、そう、ね、どうするどうするみたいな、ちょっと話があるんだけど何事だと思う、やめんのどうしたのみたいな怖い怖いとか言ってたら、しーちゃんのお誕生日をねお祝いしようっていうことになりまして、で今ねシークレットで放送してるんで、しーちゃんにバレないように、ちいちゃんまだ来てないんですよ、うん、はい、ちいちゃんには5時から放送開始っていうように伝えてまして、そうそうそう、でまあね、見えるようにあの何飾り付けしてケーキも買ってプレゼントもありっていう感じなんで、ちいちゃんが入ってきてクラッカーパンしておめでとうおめでとうと、うん、まあ目標はちいちゃんの涙だよね。ずっと言ってるけど、絶対無理。絶対無理か。絶対感動要素あるんだ。感動要素なんもない。ないよ。全然ないよ。ドタバタすぎてね、うん、はい。ということなので、え、着席してんだよね。で、ね、ろうそく持ってきた。ろうそく持ってきたの。お誕生日に。ちょっと、もういいのないよ。あったかな、このあれ火ダメでしょ。いいんでしょ。いい、まあまあケーキもあります、プレゼントもありますということで、大丈夫、段取りここで初めてだよ。そうだね。だまあちいちゃんが来ます、パンします、ドア閉めて、ドア閉めてパンします、します、そう、あのね、パンを外でやっちゃうと、ここ新宿なんだよね。なんかね諸事情がね、そう、いろいろね、問題があるからありますんで、ちゃんとちいちゃんが中に入ってからパーンして、そうでね、見えづらいと思うんですけど、ちゃんと花道ができてますので、そうです、そこ歩いてきてもらって、ケーキ出してお祝いして、で、プレゼントなんですけれども、なんか宝いらない。いい。そういうこと。宝探しゲーム的なノリで。そう。やりたいと思ってるので、ちょっと持ってきて。大丈夫これ、皆さん伝わってます？大丈夫かな？なんか焦りすぎて俺あれだわ。なんか隠し場所に5番隠してた。ねえ、そう、こういう紙があって、紙があって、そう、こういう紙があってですね、5枚
5枚ありまして、一個一個な、クイズ方式でその正解の場所に1枚1枚隠れてて、まあ、最終的にプレゼントがある場所を見つけてもらうっていう。え？これ冷蔵庫？冷蔵庫、冷蔵庫。え、冷蔵庫だよね。そうだね。で、これがね、誕生日プレゼントっていうことでね。ってことでいいの？いいよ。ここでも、うん、え、いいんじゃない？これはいいの？行っちゃおうか。でさ、これさ、お分かり？ちーちゃん見てない？もしちーちゃん見てないかってことに。見てないよ。見てないか。わかんない。しかもね、ちーちゃんがさ、さっきちーちゃんに、あ、いいね、49分着なのでガンダで向かいますだって。ってことは、あ、まだ余裕あるね。余裕ある、よかった、焦んなくてよかった。危ない。ってことは多分大丈夫。でもイヤホンしててさ、っていう懸念をちょっと入れよう。いや、だって私ちーちゃんがニコ動見たって聞いたことない、うん、マジ、うん、通知来ない？多分来ない。私がオンにしてるから、うん、もうだって今更じゃん。今更だね。で、はい、これ何番目？1個目？これ1個目。1個目？1問目のクイズが、まあ、冷蔵庫なんですよね。そうです、そうです。なんか、フラッテなんちゃらなところみたいな多分ね。で、っていうところに1問目の、まあ、一番簡単なところにこの箱、冷蔵庫がこの箱の中に入ってまして、冷蔵庫にこの箱が入ってまして、で、一応ね、お菓子が入ってるんですよ。そうです、はい、で、まあね、皆さんにお見せすると、この中にこいつがいるんですよ。ゴキブリがね、はい、うん、まあ、これの反応もちょっと気になる。そうそう、この反応これも、この反応をちょっと楽しんでから、うん、え、この中、なんか止めてないかな。はい、ね、まあ、ダミーでやっていきたいと思います。はい、で、一番最後には、まあ、とあるプレゼントが ね、うん、入ってるんですよ。入ってると、はい、これをこうちゃんはちーちゃんに泣かせようとしてるんですけど多分ね、無理だと思う。だから計画上だとすごいうまくいってんだけど、そうそう、今この場にいるとちょっと厳しいのがある。なんか多分怒られる気しかしない。俺も、え、でもこの発案者はまーちゃんだから笑い言葉は、え、だって、だってそうでさ、うん、2人でね、買い物、買い出し行って、これ多分1週間前ぐらい、そう、1週間前ぐらいから2人でこそっと集まって買い出し行った時にさ、このゴキちゃんのさ、やつがさ、あったのよ。やるしかないじゃん。ね、え、待って、この2匹どこ行ったの？これ、マーちゃん、これ、マーちゃん、どっかのタイミングで、どっかのタイミングで投げるのね、投げるのね、これ俺も持ってるから、これどっかのタイミングで投げてビビったよで、ちなみにさっき、ここのね、お手洗いの前にね、私この箱をポンって開けておいといたんですよ。自分でビビった、マジ声出なかったけどそう、ってことなんで、まあ、いろんなサプライズがありますんで、うまくいけばいいかなっていう、うん、で、このガスとってどこに、え、冷蔵庫、サーマコーツのサービスってなんだっけ？サーマコーツ？問題忘れちゃった。ちょっと待って、さっき俺どこに書いてた？え、あれ、冷蔵庫の紙は持ってるでしょ、今。じゃあ、分かった。一番あれだ。ちーちゃんに渡すんだ。で、なんか亀の下じゃん。あー、そうだ。亀の下にそれ隠さなきゃダメだ。そうだ。これをサーマコーツのサービスってやつをちーちゃんにまず最初渡して、そして冷蔵庫の問題が亀の下、統括にあるものにして、 でコピー P で、3番をどう見た？知らん。え、これさ、コメントで上固定しちゃっていいかな、バレちゃうかな。でも今更だよね。今更だ。新しく来た人がさ、5番をちーちゃんが持ってきたものに入れるのね、確かに。
成功するかな。くつろげる場所だ。ああそうだそうだ。そうなんです。なんでちょっとね、ちーちゃんにこのニコ生の予約を見られちゃうと困っちゃうんで、コロコロね内容とか放送時間変えちゃったんで、急遽なんです。すいません。タートルで統括のあるものに行って、3番が広げる場所したら、真ん中がいい場所で、4が、持ってきても、ちーちゃんの買わないんで、できてきた。全然分かってないよ、私。大丈夫、俺は分かった。え、これ冷蔵庫は何なの？いや、その冷蔵庫は、でもさ、俺思ったんだけど、ケーキがあるじゃん。ケーキは普通にさ、普通に渡そう。ケーキは普通に渡そう。ケーキは普通に渡して、うん、これいつのタイミングなの？これだからケーキ渡してご飯おめでとうって食べさせてもらうじゃん、うんうん、食べさせてもらう、食べてもらうじゃん、うん、食べてもらってから、うん、食べてもらって、うん、じゃあ実はちーちゃんにプレゼントがありますってことでやる。じゃあ、やる。じゃあ、じゃあ問題を出すんで答えてください、うん、で最初これでしょ。しちゃうよ。これは2問目でしょ。だから1番は口頭で言えばいい。隠してるある場所で、隠してある場所の名前なんだよ。え、表からは見えない。え、これは何なの。じゃあこれダメじゃん。これ入れなきゃいけない。あ、そう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 、やばいよ。不安しかないんだけど。ねえ、大丈夫かな。一応90人見てくれてる。大丈夫かな。表からは見えないと暗闇に詰まって、うん、OK? っていう感じ、うん、で OK? OK。喋ってて、喋っててって厳しいよね。そうそう。なんかね、いろいろ俺怒られんじゃねえかなと思ってさ、結構怒られるかも。ちょっと若干イライラしてるよね、まー、あ、ちゃんね。ということで、あと残り30分。なんだっけ、49分着。49分着だから、うん、でガンダで55分ぐらいだよね。ちーちゃんの速度的に。ガンダするかな、わかんない。50分ぐらいまで余裕ぶっこいてていくでしょ。まあそうだね。ちょっと早かったね。ちょっとね、グラグラすぎるからね。ちょっと本当やり直したい、うん、本当に申し訳ないです。そう、いい肉の日。そうだね。20分後とかにできる。逆に40分、一回切るしかない。切るしかない。お待ちくださいってやっとけばいいけど。じゃあお待ちくださいにする。ちょっと一回マジで段取り。でもさ、でもさ、ジャンスジャンスだからさ、うわうわうわ、来ちゃった来ちゃったみたいになりそうだよ。いや、タイムアウトしとけば大丈夫だ。一回落ち着きたいじゃん。こうちゃんに不安しか感じないマンさん。わかる？まあさ、なんとかなるよ。なんとかなるよ。一番怖いのはちーちゃんが、え？みたいな。うん。22+15。37。正解です。37分から始めないじゃん。どうする？うん。そう、今日もあれだったんですよ。ちーちゃんと午前中一緒で、あの取材とかで、そうそう、
結構なんかそのニコ生の話とかしたんですよ。あ、頑張ってね、じゃあ次月曜日だねみたいな話してたんですけど、すげえヒヤヒヤで、うん、え、大丈夫だったね。なんかさ、昨日さ、なんだっけ、ピンチみたいな連絡が俺から来たらもう諦めてみたいな。ああ、来なかったから。ああ、だよだよ。でもちーちゃん俺勘ついてる気がするんだよね。37分って言った？何分に着くって言ったら49分だから、40分にしようか。ということなので、ちょっとごめんなさい。あ、ありがとうございます。あの、今日も取材ね、さっきちょっと怒られちゃったんだけど、うん、ツイッターでさ、ペロッとさ告知しちゃったの、今日の夕方の番組をね、うん、そしたら、ちょっと消していただけますかって。あ、そうなんだ。そう、ごめんなさいって言って、なんで今日の夕方、もうこれからですね、はい、2つほど放送されますんで、また通達で見ていただけたら、はい、2つですね、はい、ということなので、ちょっといろいろ画面外で準備しなければいけないので、一旦ちょっとこの枠、あの、二重にさせていただくので、16時40分になったらまた二重取らせていただくので、ちょっとそれまで、あの、また40分になったら戻ってきていただけたらなと思います。思います。はい、すみません。ありがとうございます。もしかしたら二重が取れた瞬間、私たちのパニック映像が流れてるかもしれないけど、多分大丈夫。はい、ということなので、また40分にお会いしましょう。はい。どうでしょうか。OK ですか。OK ですか。すいません。OK、OK、OK。ということで、あの、ま、復唱ですけど、結構バタついちゃったんで。はい。模様替えとかもしっかり、おお、OK ですね、はい、はい、あと5分後にはちーちゃんが最寄り駅に着くということでね、はい、あの、いろいろ緊張がね、気持ち悪くなってきちゃった。なんかね、水分が欲しい。わかる、なんか暑くね、暑い、なんか俺らだけのかもしんないけどちょっと暑い。はいはい、クラッカー3つ、はい、4つ、あ、福田さんと、福田さんと、福田さんと、はい、ということでね、はい、2人でね、いろいろ考えたサプライズとかね、はい、いろいろ用意してるんで、はい、まあ、それをちょっと楽しみに。これ1時間ですよ。まだもう場面で、場面でちょっとさっき30分延長して45分にした、うん、ああ、ちょうどいいかもね。曲早いでもね、多分もう流す余裕がないと思うんだよね。そう、あのね、俺のこの格好結構突っ込まれるんですけど、今日ね、取材だったんですよ。なんかすごい気合入ってるよね。そう、気合入ってると思われがちなんだけど、今日取材だったから、そう、でもうね、夏服しかないんですよ、俺今もう冬服出すタイミング失っちゃって、はいはい、クリーニング今出しちゃってるんで、うん、ちょっと冬服今これしかないんで、はい、はい、普通は2時間で、そうです。まあ、あの、場面でやっていきたいと思います。そうですね。これ BGM うるさかったりしたら言ってください。はい、そうです。あと4分でちーちゃんつきます。燃える駅にね。で、一応ね、鍵閉めてるんで入ってこれないようになってます。何ってなるよね。なる。いや、ちょっとね、皆さんにも多分ね、ちーちゃんの涙が見られた時に、ね、多分絶対歓喜がね来ると思うんで、あのね、まーちゃんはね、もう涙ゼロって言ってるんでそこをなんとか。あ、OK です。 OK です。一粒でも流れたらね、泣くかな、泣くと思います、皆さん。ちーちゃんね、感情移入すると泣くんだって。あの、アニメとか映画でしょ。そうそれ以外結構泣かないって言ってたからね。はって、えってなんないこと願う、本当に。じゃあ泣いちゃうよえって言われたらあ、ちーちゃんがえって。いや、もうね、気持ち悪くね、これ。
に空いてきちゃった。そう、お腹も空いたし、なんか多分こうちゃんに怒ると思う。だって美味しそうって。ごめん。多分ね、結構ね、午前中取材やってるんで、ちーちゃん結構疲れてるはずなんですよ。そうだよね。だちょっとね、反応がね、厳しいかもしれない。曲外に聞こえてないと思う。一応ね、確認。ああ。え、ハッピーバースデー歌う？どこで？いや、ここで。どうだろう、はい。あ。あれ、俺の携帯？あ、どちらも。あ、じゃあそれで連絡しようかな。連絡来るかもしれない。お呼びちゃん。あ、俺ので取れますじゃん。40% しかねえ。大丈夫でしょ。あ、すぐ見れるか。いや、あ、そうだ、やばい。ちょっと YouTube 用にちょっといいですか。あ、YouTube 用にちょっとじゃあ撮りますね。はい。OK ですか。はい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 。こんにちは。こんにちは。サモコーツのまーちゃんです。こうちゃんです。よろしくお願いします。はい、はい、当日です。当日でございます。ちーちゃんのお誕生日サプライズ。そうですね、当日です。はい、まあ、いろいろ準備してきたのでまあ、いろいろねあるんですけれども、あと5分ぐらいかな、5分10分ぐらいでちーちゃんが到着しますので、そこでまーちゃん、こうちゃんプラス明日目の、ね、メンバーでフクピーもいます。はい、でもパーンってやってわーってやってやります。はい、感動の涙をね、はい、プレゼント しようかなと思ってます。そうですね、はいはいはい、はい、じゃあやっていきたいと思います。やますやばい。そう、福田メンバーいますよ。帰ってきました。釈放されました。はい、いました。そうつべのね、裏側をね、フクピーのね、飛び入り参加とか期待しちゃうからね。そうね、な、本人はあんま出たくないって言ってるけど、いやいや、出たくないってよりかは、うん、いいよ、みたいな。そうそうフクピーファンちゃんと、ね、どっかで出てくれたらね、面白い。そうそう、フクピーファンいるのにね。ケーキどのタイミング出す？あ、ケーキどのタイミング出す？着席して着席して、あ、すぐおめでとうっていう感じで。そう、引っかかんない、気をつけて。まあ、引っかかっても面白いけど、引っかかって、引っかかった方がいいかもしれない。やばいね。たぶんちーちゃんしかもお腹空いてると思うんですよね。そうなんですよ、うん、ご飯買ってきちゃった。買ってきてないです。なんかケンタッキーとか頼もうかなって思ったんですけど、ねねまあいいかっていうね感じで、まあ、ケーキがあれば、はい、あ、もうあれね、液ついてますね、たぶんちーちゃん。え？いっぱい食べてくる。あれ？食わせんな。いやー、なんか緊張してきちゃったな。いやー、この放送もしちーちゃんが見てたとしたらマジで笑えない。相当、それは相当ちーちゃんの空気読めるっていう。あ、これ見ちゃダメだ。そうそう、見てないふり。見ちゃダメだ。そう、お疲れ様の、あごめんなさい、ごめんなさい、大丈夫ですか、無事ですか。あ、今ナイスポジションです。あ、ほらほら、やばい、すいません、すいません。あ、ちゃんとね、花道もできてる。あ、立ってみよう、そこ。こんな感じでちーちゃんの回す。遠い。ん？もうちょっとズームした方がいいですか、皆さん。え？ズームした方がいい？ちょっとカメラワークが必要ですよ。じゃあ、
気に行きましょう。あんまりアップしすぎてさ、パンパンパンって言ってキャーってこうなったら、そうなんです、外れちゃうから。引きで、あ、引きでいいと思う。ありがとうございます。そうですね、まあこのね、準備の準備からこのこれニコ生上で編集したものは YouTube に上げるので、開けて持ってった方がいいんです。そうですか、そうですか、はい、いいじゃない大丈夫ですか、呼んできてもらうような、取っとこう。はい、そうですね、はい、そう、お腹空いてきちゃった。ピンポンしてきてくれると思うんです、ちいちゃんは多分。そうですね、まあ、休憩している乗務社員さんを何人かそこにいるかなって形ですけどね。はい、はい、すごいうまそう、はい、めっちゃいい匂いする。今日のケーキは、だったらこのメンバーいるならホール買ってくればよかったですね。そうですね、はい、ただ12時点呼がありますんで、まあ、それが終わってから見えてないね、まあ、3、4台ぐらいで後でお見せしますね。はい、今日のケーキはこちらです。やばい、はい、はい、うまそう。超おしゃれなお店のケーキなんですよね。はい、これどこに、はい、あの4円のホットバーツ来ちゃうよ、はい、来ちゃうよ、来ちゃうよ、あ、別におじさんそれクラッカーどうする、出てからパーンパーンって言って食い打ちみたいな、まあ、確かにそれはそれで面白いかもしれない。はい、はい、え、でも YouTube これのキャプチャーも使う？あ、使います、使います。なんで、まあ、こう。やるときは。あれです。あ、はい、いい感じで。はい、大丈夫。ちょっと立ち位置わかんないんで、はい。福田さんもこっち来ますか？いいよ、いいよ。大丈夫です。来ない。はい、はい、どうぞ。あ、なんか。そうですね、はい。はい。戸籍。あ、ちょっと今。ちょっとね、取材がね。立て続けに来てますのでね、ちょっとそのあれがございます。もうそうですね、立ってありますね。今何221人の方見てくれてる、はいはいはい、あ、じゃあ福ピーたまには出てよって言われてますよ。何ヶ月ぶりかの福ピーです。ちょっとだけ。お願いします。よろしくお願いします。島根です。鳥取です。鳥取ね。はい。鳥取だね。どうも、お久しぶりです。はい。山影地方。そうですね、当日、はい、私もどうぞ。山影です。来た。失礼します。はい、おしためです。お疲れ様です。帰ります。ちょっと待ってください。はい。来たよ。ちいちゃん、今日可愛いよ。します。8位だよ。あ、そうですね、私。
しまった段取りがやばい拡散してしまったって感じですじゃあちーちゃん座ってください。ビビる真ん中で今日こちらです。そうですね、はい、わーい、まあ、そうですね、わーい、まあ、今回メガネもあるんだ。メガネ。すごいすごい用意してくれてる。すごいだよ。雰囲気美味しそうだ。父ちゃんまさか仕事の電話してる。今日の主役でーす。やったー。あー。めちゃめちゃびっくりした。何が一番びっくりしたって、こうちゃんがいることにマジでびっくりした。午前中さ、お仕事で一緒だったからさ、いることに超びっくりしたよ。さあ、今日の主役ですよ、皆さん。あ、広告皆さんありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。はい、アラサーの仲間入りをいたしました。25歳のちーさん。これはツイッターに上げるべき、まあ怒られる。いやいや、ちょっと主役ですよ。はい、やった、めちゃめちゃチーゼよ。いや気づかなかった。いや、なんかね、ニコルマのさ予約あんじゃん、うん、あれをね見ようと思って、うん、題名でね、シークレットの回あったじゃん、うん、なんかこれはね、なんか見ないような見ない方がいいかなってちょっと思った。その時見ちゃったか。その時ちょっと見ちゃった。でもね、もう忘れようと思って、すっと忘れた。よかった中は見てない。失敗。いやね、これ3段階ぐらい変更して、いや、これやっぱやばいな、やばいなと思ってそうセーフ、大丈夫、セーフだった。なんかちょっとスッと、ちょっとお待たせしました。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。いやーね、ケーキ食べます。無理したよ。メガネかけないの。これ取れちゃう。取れちゃう。これ。めちゃめちゃバカにしてるよね。いいんじゃない。いい感じ。あ、いい感じ。いい感じ、いい感じ。これさ、ちょっといい。これをさ、中に入ればいいんだよ、うん、あ、そういうこと。そうそう、どう、いい感じ、いい感じやろ。今日ずっとこれでやってくこれでやってくる小学生してるけど、いいじゃん、いいじゃん、ケーキもいい。どうですか、25歳の。全然ね、あれですよ、嬉しくないですよ。嬉しくないの。嬉しくないの。ありがとうございます。なんかね、25、うん、誕生日ありがとう、広告25かって感じ。実感はないけどね、はい、え、抱負は、抱負、25歳になったら仕事を頑張るとか。いや、ちょっとこの1年ね、本気で頑張ろうと何か、何かをだけどね、うん、本気で頑張ろうと、本気で頑張ろうと思うね。ね、いろいろ仕事もそうですけどね、私生活もね、ダイエットもね、ちょっといろいろ頑張ろうと思う。大丈夫ですか、午前中の疲れは残ってない大丈夫、爆睡してきた、ちゃんと爆睡してきた電車で超真面目できたちょうど今ね、あの放送してるんじゃないですか、うん、まあ、多分そうかもしれないですね。あ、そうだ、もういいんだよね。うん、いい、あの今日はね、まず最初多分ニュースエブリさんダメ時間帯的には日本テレビ、うん、日本テレビのニュースエブリさん、まあ、これからですね、うん、5時半だけ、はい、5時半から6時の間ぐらいに放送する、うん、そうそう、あとのスーパー J チャンネル、スーパー J チャンネルも、16時50分から、そうですね、まあ、だいたい5時ぐらいですかね、はい、に放送されますので、はい、すごい、トラキシさん広告ありがとうございます。ありがとうございます。え、このさ放送自体はさいつから始まってるの。1時間ぐらい前。1時間前から、うん、でも通達の話は知ってる。ちょっとした、ちょっとした、うん、そう、そのね、某通達の件で放送されるんですよ。そう、あの指ペロ禁止通達がねツイッターであるんですけれども。何地上波で大沢生誕祭は放送されないされない、残念ながらね。でもちーちゃんも映ると思いますよ、うん、き
昨日撮影したからね、エブリィさんに関しては。そう、誕生日当時、いつもね、全国版の時の方が、全国版なのかな、ちょっとよくわかんないんだけど、全国版じゃないの。ちょっと二窓ができるかもしれないね、今日ね。そうね。だから、ありがとうございます、皆様。ケーキ選んでください。ね、ここ一週間忙しかったからね。うん、そう。自分へのご褒美です。お疲れで。調子乗ったね。調子乗ってないよ、別に。ちょっと乗ったよね、二窓とか言ってね。調子乗ったよ。いただきます。食べる。はい、どうぞどうぞ。迷っちだな。超美味しそうだね。新宿御苑のね、ケーキだからね、もうシャレごつよね。決めとこ一気に。お、本当だ。あ、お。福Pがエブリィをつけてくれた。エブリィというか、Jチャンネルを。誕生日はカロリーゼロ。そうだよね、そう思う私も。でも Jチャンネルの方が。右から。うん、モンブラン。正解。タルトでしょ、ベリーの。うん、で、ショートケーキでミルクレープでしょ。いや、正解。じゃあね、うん、タルトにする。それ大丈夫、タルト食べたかった。大丈夫、大丈夫、全然大丈夫。30日になったらゼロがつくからゼロがつく。せい。確かに。いただきました。怖い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 。いつもで、あーってなる。はい。これ取っても。取ってもいいですか。いいよ。帽子はつけたままにしとくよ。なんなら帽子も取りたいでしょ。帽子はつけてよ。だから帽子はね、つけとく。そう、ぎっしり。こうちゃんセレクトだから、今日のケーキは。そうなんだ。そう。なんかおたけいちから来てたの、ここに。いや、だからちーちゃんどうかに送ったじゃん、うんうん、その後すぐ来たの。あ、そうなんだ。そう、なるほどね。そう、じゃあいいよ、こうちゃん来たんで。お、いいよ。おつさん、はい、選んでいいです。いやいやいや、これ無理無理無理。すごいツボついてるよね。本当に？うん。いや俺すげえ悩んだのよ。いやあまり時間がなかったからさ。ありがとうございます。嬉しい。首よ。どういうこと？いらない。いいよいいよ。一口ちょい。一口ちょい。首どっちがいいですか？え？モンブランかちょっとケーキ。なんかわかんないけどさ、買いに行ってくれた時にさ、どうぞ選んで選んで。いいです。なんかテンション上がって4つ買ってきちゃったとか言って、なんでさ5つ買って。違う、なんかね、あ、人数分かってなかった。そう、分かってなかったの。そう、だからなんかちーちゃんの誕生日なのになぜか4つ買っちゃったの。うん。で、ちーちゃんの1個いいわけじゃん、本来。うんうん。選びきれなかったのね。そう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 。やっぱさ、ちーちゃんのことを考えるとさ、これなんかいろんなやつだった方がいいのかなと思ってさ。さすがね。いいね、こうちゃん。ありがとう。ね、いつもね、どうしようどうしようって悩んでるの見てるからね。わーい、ありがとうございます。おやみ。フォーク。はい。Thank you. Thank you. じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。嬉しいよ。ちょっと気づいてたんだって。そう、若干ね。ほらね。しょうがないじゃん、だってさ。いやさ、どう予約するか本当に迷って、最初の予約を見てくれた方は分かると思うんですけど、最初の放送の予約は、うん、もうちーちゃんサプライズみたいなの書いちゃったんですよ、うんうんうん、でもいや、まさかちーちゃん見ないだろうなと思ったんだけど、不安になってうん、うん、こうちゃんに電話して相談して、そうで、今日変えて、そしたらさ、ちーちゃんがさ、4時ぐらいに行けばいいってさ、連絡が来て、で、うちら用に4時半に予約したんですよね。ああ。で、やばい、これは絶対見ていくと思って、間違えちゃったら帰るねみたいな。変な感じになっちゃってるわ、帰るわみたいな言って、しれっと帰ったんだけどさ。それはね、全然気づいてない。あ、大丈夫。え、どこ、何が怪しかったの？いや、なんか、普通に、まーちゃん予約してくれたのかなと思って、うん、
確認しようと思ってそのニコ生の予約のところ見たら、私が見た時はその予約したところなんかシークレットの会みたいな会だった。自分はおやおやおやって思っちゃったわけよ。おやおやって思って、でまゆちゃんさ去年も私のことお祝いしてくれてるから、うん、これもおやおやと思って中を開かずにスッとスッとパソコン感じた感じた閉じて帰った、うん、正解だね。珍しいじゃん、予約しないとさリスナーさんさ分かんないじゃん。そうそうそう、でツイッターで変に告知もできないしね、ちょっと優しさ、よかったそう、そっとじってやつよ、そっとそうだ、そう、なんかさ、午前中もさ、結構さちいちゃんとさ、なんかニコ生の話してた時にさ、うん、なんか面白かった、だから、気がついてんのかなと思ってなんかね、なんか今日、そのご飯調べてた時になんか感動して泣いたことあるとかなんか例えばみたいな感じで言って聞いてくるの、なんか何言ってんだろうなと思いながら、なんか感動したことは今まであるみたいな感じでさ言ってくるからさ、ダメじゃん、何言ってんだろうと思いながら、なんかまああんまり開かないかなとか言ったら何してたのよ一番ダメじゃん、ちょちょちょびっくりなんだけど一番ダメじゃん。團十郎さんありがとうございます。ありがとうございます。そっか、じゃあ来年はそうしようかうめえ、悩んだんだよね。そうだよ、もうだからさ、もう最悪さニコ生のさチャンネルとさニコニコのアカウントさ私変えちゃおうかと思って、あとさ、うんうん、と思ったんだけど、うん、なんかパニックって分かんなくなりそうだもんやめたんだよいろいろね、そう考えてくれてたんだ、うん、ありがとう、ありがとう、ね、おじいさんありがとうございます、うん、いやー絵がやば、絵面が愛を感じます。これ去年もやった気がする愛を感じる結構ね、いろいろ考えたよねそうなんかね、ケーキを作ろうかなと思ったんだけど、うん、ちやめたでもさ、今日電車がちょっとギリになっちゃって、うん、5時、ほんとギリギリだったんだけど、うん、もっとギリギリだったら、なんかもうピンポンしないで突入してたわ、多分。そう、だから鍵閉めた。あ、もう鍵閉めた。そうなんだ。閉め出した。開かないみたいになってたかも。あ、なに、毎回ピンポンすんだ。そうす。あー。こうちゃんの手作り超みたいだって。いや、俺の手作り何も重要ないでしょだったらマーチの手作りも重要あるでしょ。なんだよ、後藤さんがさ料理放送やってほしいって今日言ってた。ああ、いや見てくれてんだね。そうなの、ありがとうございます。あ、どういうこと、いい感じに映ってる。ありがとうございます。熱いよ、アップルティーだって。ありがとうございます。素敵、いただきます。團十郎さんも猫爺さんも広告ありがとうございます。ありがとうございます。ナサピー笑うってナサピーなの、ちょっとちょっと延長しとこう。こっちはナサ、ナサのやつなんですか。ああ、ナサナサナサみんなよく見てるね。あ、そういうことか。これもさ、すごいよ。今日は、ね、今日はしかめのみんなが作ってくれた。そう、嬉しい、ありがとうございます。昼間にさ、これ懐かせ今日俺は本当朝から来る予定だったんだけど。あ、そうなの。そう、行けなかったから飾り付け頼んだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。泣く。いや、感は極まったよ。ずっと言ってんのも。なんかなんだっけな、イルミネーション見て泣くタイプ。で私が言った言葉ね、そんなやついんの。やめるよ。イルミネーション見てさ感動して泣く人いる？そうだからさ、今日2人で取材対応だったじゃないですか。もう心配で心配で。
あ、言っちゃってんじゃないかみたいな。そう、慣れてんじゃねえかみたいな。さあ、もうほんとさ、で、全然来ないしさ。連絡さ、なんか何時着って言ってもなんか来ないしさ、もうなんか慣れてんじゃねえかなって。よかった、ほんと。いや、よかったわ。レピーは、マジで。まあ、昨日が誕生日で、その1ヶ月後はまーちゃんだからね。1ヶ月違い、ちょうど。そう、もう早いよね、うん、早いよね、ほんと早いよね。去年はね、ニコ生の公式の放送があったんだよね。あれ、おととしで去年何やってた。あ、去年なかった。去年はクリパスタンだし。あ、そうだ。で、一昨年だわ、そりゃ。そう、もうやばいよね。あっという間すぎん、ね、1年、2年。本当にね。うまいわ。でね、今日ご飯頼もうと思ったんだけどね、うんうん、申し訳ないことにね、もうバタバタしすぎて頼めなかったからさ。あ、プリティが出るにちょっと救われたもん、うん、あ、俺ジュース買ってねえやん。私もドタバタすぎてさ、そんなもう買ってる今なかった。いやさ、今日にかけてちいちゃん早く来たらどうしようってさ。そう、全然49分とか最高すぎて。最高やん、今日ギリすぎた。むしろさ、その乗り換え、うん、その丸の内線の、うん、必死よね、マジで。全然良かった。超真顔で超早歩きしてた。やっぱまだあるからね、イベントが。マジで、うん、まだあるから。ケーキじゃないよ、気抜かないで。なに、怖いよ、マジか。え、マジか。え、これは違うかな。え、ケンタッキーはさ、ないよね。ケンタッキーはない。なんで？なんかさ、こうちゃんがさ、なんかさ、ケンタッキー、ケンタッキーってなると今日ずっと言ってんのよ。そんな言ってないよ、そんな言ってない。え、なんか俺さ、だってさ、違う、だってさ、前日が誕生日なわけじゃん。前日が誕生日でさ、何食べたのか気になるじゃん。食べてないよって言った後もさ、まーちゃんが目怒ってなんかさ、時々ケンタッキー食いたくなんないみたいな感じでさ、うん、またケンタッキーのワードが出てきたからさ、うん、ダメだね、ダメだ、ダメだ。もう負け慣れてるやん。もう本当にさ、でなんかケンタッキー食べたのかなって思うじゃん、やっぱり。誕生日といえばね、クリスマスか。でも本気で怒られてるじゃん。いやさ、信頼ゼロ。でもまーちゃんが怒った時は多分口利かなくなるから、うんうん、確かに確かに。いや、怖いよ。結構さ、前もって話してたのね。あ、そうなんだ。でさ、ことあるごとに、ね、大丈夫、バレてないみたいな感じでさ、お前言ってくるんだけどさ、お前って感じでしょ。お前じゃねえかね、お前だよ。ダメだね。いやね、そうだね。お前言う、どうよ。あ、一番バレてたの私の予約画面。いやでも本当にうれぴー。でもね、本当に統括本部では30代の仲間入りだねって、あ、いやいやいってみんな言ってた。いやいやいって。そうだね、社員にすると30か。社長に最初に言われたからね、あ、社員にすると30だね、おめでとうみたいな。うるせえの。ふにきり、ふにきないね、ふにき熱は収まったんじゃない、若干ね、代用品がいる、代用品がね。ポンちゃん買ったんですよ、アポロ食べてればいいんです。見てくれてるね、みんなね、アポロ。ほんと笑える、一生笑える気がする、思い出すだけで。ポルノとアポロ間違えるってどういうこと。
人なの、超ウケるよね。でマカピーからその後さ、なんか一緒にしないでくれるみたいな感じ。あのお三方。そうそうそう、お三方と、はいはい、え、どういうこと？あのあー、ポールとそうビーズと、うん、全然違うらしいね。まあ、世代が違うからね。うん、そうですね。今日マカピーね、ちょっと呼んだ、見てって言ってやるから。ありがとうございます。そして承認ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。今ね、そのナサピーを着てた、このまーちゃんと一緒のデスクで働いてる方はね、私たちと同い年なんです。そうなんですよ。理系のね。わざわざね、ケーキを出す係をするために残業してる、残ってくれてる、申し訳ねえ。よかった、よかった、申し訳ねえ。さあ、ちーちゃんのピンポン鳴った瞬間にポーちゃん仕事の電話しててさ、うん、レジを締め出してあるからみたいな、全然さ、反応ないからさ、これは開けるねみたいな、ちょっと待ってみたいな、よかった、鍵閉めといて。今日から同い年じゃなくなって、私だけ年下かな。ああ、そうか、1ヶ月先輩なんだな。まるまる1ヶ月の誕生日違いっていうのはちょっとびっくりだよね。びっくりだね。そうそう、 J チャンネルが放送されるかしら。エブリーはまだエブリーはまだかな。そうだね。それやばいね。でもさ、この年になったらさ、なんか逆だよね。若い。そうそう、逆に。若いマウント。マウント。そうそう。ありがとうございます。レベルもアップ。そうだね。いやでもね、私毎年ね、誕生日に親に言うんだけど、25年間怪我も病気もなく生きてきてよかったわって親が言うの。その大きな病気。そう。え、骨折とかもない？ない。インフルエンザとかもないんだ。インフルはある。あ、インフルあるの。インフルは全然ある。インフルもノロもあるけどさ、うん、こう入院するとかさ、あ、そういうのないわけ。健康一番。水疱瘡とかある。子供の頃ね。結構あるみたいな。言うて結構あったみたいな。入院が、入院みたいなのはないのよ。4月28日生まれの人がいる。これ誰だろう。コテハンついてないんだよな。4月28日誰だろう。結構あるんだけど、マカピーじゃない。え、マカピー違うの。7月だね、うん、お嬢、本当の誕生日の昨日は何してたの。家族で、おいっ子も来てたんですけど、家族でハンバーグとチーズフォンデュと、いいじゃん、ケーキを食べてたらふく食って、今日の午前中全然お腹空いてねえって言ってたんだけど、結果腹減ってラーメン食ってた。ダンジェローさんか。ダンジェローさん、ごめんなさい。あ、ついたついた、コテハンつきました。笑うよね。ほうほう、尽くした。好きなものは最後に食べたい。そう、あ、特にイチゴ。すごい、また花だよね。10年前の誕生日、15歳の時でしょ。 中2かな。もしかしたら多分誕生日とか別に祝ってないかもしれない。なんかもう中3だよね。中3だね。高1中16でしょ。そうか、なんかもう塾とか行ってたんじゃない。ああ、受験シーズンだね、うん、そうそう、確かに。お祝いとかしなかったかも。それか歌番組見てご飯食べてるとか、あ、そういう感じだったかも。確かに、正直全然覚えてないね。全然覚えてない。
家にはいたの？家にいたと思う。家にはいたの？正解塾。10年前ね。10年前とか何してたんだろうね。10年前で17、うん、そうか、高1だね。青春してたんじゃないの？俺何も青春してないの。米兵の彼氏なんて誰情報があるぞ。横須賀ってことですかね。そういうこと。横須賀、まあ高校は横須賀だけど、米兵はちゃう。知ってるね。皆さんよく知ってますね。やるかな。まず天気か。東京めちゃくちゃ寒くないですか。寒い。びっくりするよね。死ぬ寒い。でも電車はめちゃめちゃ暑いから皆さん気をつけて。そうなんだね。うん、ごっちゃん、ごちそうさまでした。タトゥー、あれ、M ステバックやったやつ。あ、本当に？そうそうそう。あ、知ってる。短いね。短いじゃない。恥ずかしいね。意味不明なんだけど。今年一番の思い出はありましたか？今年一番の思い出？でも仕事で言うとやっぱ夏の心霊かな。あ、めちゃめちゃやっぱニコ生とかの印象が強いね、うん、あとなんだろうな、あとなんだ、うん、仕事はやっぱさ年間通してやっぱ心霊がさ、うん、ものすごく強いよね、うん、来年もね、来年も、うん、でも一番緊張したのは絶対にあの、うん、内定式の司会。そっち。嘘でしょ。なんかもう朝からちょっと情緒不安定だったもん。緊張した。かな、うん、今年もお世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそです、本当に、うん、何この絵面って言ったらね。なんかね、すごい、本当にの運動ね、うん、見てくれてる、見てくれてる。これね、これね、あ、来年の写真ね。腕の運動、そうそう。だってさ、ま、去年さ、これまーちゃんのだよね、うん、まーちゃんの誕生日を祝ってた時だったかな、ニコ生中にさ、私が腕をさ、こういう感じでやったのさ、ね、まーちゃんのさ、おっぱいに当たっちゃって。よく覚えてんね、すごいね。全然覚えてなかった。あ、ごめんみたいなさ。よく覚えてるね、みんな。すごいね。マジで申し訳なかった。本当に申し訳なかった、あれは。うるさい、うるさい。めっちゃごめん、ごめんみたいな。すごいね、覚えてるんだね。みんなめっちゃ覚えてくれてる、やっぱね。そうだよ、すごいね。強烈だったよね、でもあれは。動画をご覧いただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。